どうも、こんばんは、NM です。今回は、東京ぐるりインボーク、プレミアムガシャ、悲しき覚醒ということで、やつが来てます。やつっていうのはちょっとあれなのかな。彼女が来てますね。やっと SSR のひなみが来ましたね。まあ、性能に関しては、とやかく言うのをやめましょう。あんまり、そんな感じですね。冬ちゃん、朝日も来てるんですけど、出番そんななかったよな、朝日ってさ。これ、カグネ、出るのかな。まあわかんないですけど、使ってる人見たことないですね。誰かフレンドでリーダーにしてくれてもええんやで。ということで単発10回引いていきたいと思います。まあ来てくれるんでしょう。来てくれるでしょう。グルカルの最後のガシャでもね、あの UR2 体、初夢と、ここなんだっけ、あれ本ひなじゃねえ、ここ決めひなみ来てくれたんでね、心に決めた戦いひなみ、まあ来てくれるでしょう、当然のようにね。さあ、来い。さっきゴリさんだったか。2回目。頼むぜ。SR か。まあ、いいだろう。演出は来るだけ、まあいいだろう。さあ、なんだ。貧兄弟はさ、いいよ。俺、そろそろ貧兄弟できるんじゃないかな。なんだ、覚醒じゃねえわ。共鳴か。共鳴早々できそうな気がする。3回目。さあ頼むぜ。渋い。歌さんか。なんか前回10回中 SR2 枚引くとかいうな、なかなかの神引きをしてしまったんで、今回来るか厳しいですね。4回目。10連で出ないのが普通。ああ、SR か。まあ、あった、貧兄弟。お前ほんま好きやな。兄、じゃあさっきの弟か。さあ5回目頼むぜ。渋いね、駒さん。さあ6回目行こうか。まあ、そろそろ来てくれるんじゃないかな。バチバチバチっつって、ね、スキップダメだなあれおかしいな。7回目、あれ、おかしい。ちょっと不穏な空気流れ始めてきたぞ。8回目行きましょう。まあね、8回目ぐらいに来てくれるんじゃないかな。9回目。ラスト頼む頼む頼む、来てくれるよな、当たり前だよなラスト行きます、頼む。はい、ということで、締めは万丈さんということで、お疲れ様でした。また次回実況動画でお会いしましょう。